旧円山家住宅旧円山家民族館は、岐阜県大野郡白川村見ぼろにある資料館。白川村の衣植住に関する資料が保管、展示されている。建物は合唱造り家屋である旧東山家であり、国の重要文化財に指定されている。白川村を代表する大型の合唱造り住宅であるが、所在地が白川村見ぼろであることから、 世界遺産の白川号、五箇山の合掌造り集落には含まれない。建物は1827年頃、のとの大工によって建てられ、1854年に改築された四階建て合掌造り。一階部分は居住、二階から上で養蚕を行っていた。床下では火薬の原料となる炎症造りが明治中期まで行われていた。建物の大きさは、 白川郷、五ヶ山の合唱造り集落の和田家住宅より大きく、王子には数十人の人が住んでいたという。山勝ちで土地が狭かった、この地域では、次男三男が分家することが難しく、結果的に長男一家を中心とした大家族となったのである。またこのような理由から、家屋の規模も大型となったという。この建物は大家族や建物の研究対象となり、 かつては、柳田国を、ブルーノタウトなど数々の著名人が訪れた。一説では、合唱作りを世間に知らしめるきっかけとなったという、建物の老朽化のため、2014年に休館。屋根の全面吹き替えと、部分修理、耐震補強工事、建具、畳の伸長、お及び損傷の激しい箇所の解体が行われ、2016年7月2日に開館。 重要文化財としての指定名称は、旧円山家住宅便所の牧所によると1813年、1920年の国勢調査によると31人の家族が住んでいた。水屋、便所、ありがとうございます。